ポギズモード Q。 今日はね、オッポさんのオフィスにお邪魔しています。オッポさんっていうとギズモードの常連さんで、あの過去にもなんか伸びるスマホだとか折りたたみだとか、あと顕微鏡が載ってるスマホとか、いろいろその面白いスマホを数々取り上げてきたんですけど、もう一つあの代表的なシリーズがありまして、オッポリノ A シリーズですね。あの4万円前後のミドルクラスのスマホなのに防水防塵とお財布携帯搭載した、あのかなりわがままに応えてくれるスマホなんですけど、そのオッポ A シリーズの最新のスマホがそろそろ発表されるということで、今日はあの中の人にお伺いしていきたいと思います。ということで、オッポリノ A 最新のシリーズ、製品名わかんないけど、Let's get right in ということで、オッポの中の人にお話伺っていきます。じゃあちょっと自己紹介の方お願いします。はい、オーガジャパンプロダクト部企画課の課長の斉藤博明と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ちょ、何やってらっしゃる方ですか、具体的に言うと。あ、はい、あの私は、まあ、まずこのリノ A シリーズを含むあの日本で発売するスマートフォンの、企画を行って、あと、まあ、ロードマップ、まあ、どういった製品を今後発売していくのか、あとそういった、日本で発売する商品、どういった商品がいいのかというのを、企画するために、まあ、ユーザー調査ですとか、そういったあの市場の調査を行っております。ということは偉い人ですね。で、偉くはないで、なんか今回新しいリノシリーズのスマホが出るっていうことなんですけど、はい、力入ってますか。あのつまり今日はあのフライングで話しちゃダメって言われてるの で、 そうですよね。まあ、ちょっと早くあのお伝えしたいんですけども、私としてはもう過去一もう最高傑作かなと思ってますので、ちょっと早く言いたいなと。発表できる日を、ね、はい、もう待ち遠しい限りです。はい、っていうのはあの もうちょっと後ほどお伺いしたいんですけど、はい、今日まずお伺いしたいのが、斉藤さんがもうものすごいスマホ好きだっていうふうに伺っていまして、はいはい、まあ、変態的なレベルいい実際どんな感じなんですか。あの、まあ、自社の製品、あの、まあ、サンプルとか開発中のモデルとかもあるんですけど、まあ、自分で買ってあの使い倒してます。あとは、お小遣いの許す限り買ってます。あ、じゃあもう結構な台数買われてるんです。あの、そうですね、あのちょっともうスマホだけの 箱というか保管場所があってあの昔から捨てれないので、あ、もうガラケーの頃からもうじゃらじゃらと溜まっている状況です。だいたい何台ぐらい買うんですか。年間だと、まあ、3台とか、まあ、最近抑えて3台抑えて、あの昔はあのいいなと思ったらついつい買っちゃって。だいたい最大何台ぐらいいったんですか。最大昔だと5台とかは。いや、まあ、やってますね。買っちゃいますね。まあ、ちょっとどうしても欲しいと触りたいじゃないですか気持ちはすごい。買いますよね。いや、買いますし僕らの場合は借りれるんですけど、はい、もう未然に切って 3,4 台年間買ってるっていうのはちょっと言ってますね相当。もともと小さい時からそのメカメカしいものというかが好き で、うん、でそこからあの、まあ、携帯持ち始めても携帯にはまって、で、まあ、ストレートタイプから折りたたみから何からもう買って、あの新しいの出たら買ってたりとかしたんです。そこからもう、まあ、自然な流れで、あ、一回その間にあの PDA とか、ああの好きだったんでバイトして買って。じゃあもうスマホ好きっていうよりはもうまずガジェットが大好きっていうか。ガジェットが、そうですね、ずっと昔から。どこが好きですか。もう全部です。いや、もう難しいじゃないですか。どこどこって言ってももう、そうですね、もう眺めているだけでももう惚れ込んでますね。いい、かっこいいとかかっこいいんで。いや、同じです。同じです。そうですよね。そうですね、それが好きで仕事になっちゃいましたからね。はい、僕はなんかその出てきたスマホをレビューするみたいな表を見ることが多いんですけど、はい、内側から見てスマホってどんな存在ですか。一、まあ、ユーザーとして携わってた時からも好きです。まあ、開発になればなるだけやっぱり、まあ、見えない方を見るじゃないですか。で、まあ、今企画とかしてその開発にも一部携わったりとかするんですけど、そのやっぱ出来上がる過程って自分の子供じゃないですけど、うん、その世に出るところまでの過程が見れるので、あの好きだったらやっぱ開発いいですよあのやっぱ やればやるほど楽しいです。楽しいですか。はい、やばいな、転職するかもしれない
ということで、スマホ大好き人間の斉藤さんにこれからはリノシリーズに関してお伺いしたいと思います。はい、これから新しいスマホ、リノ A のスマホが出るっていうことなんですけど、リノシリーズ、リノ A シリーズ、ちょっと分からない方にちょっとご紹介いただけますかね。はい、リノ A シリーズは、日本市場で求められている防水防塵と、あとお財布携帯に対応した、あのミドルレンジの、スマートフォンになります。このミドルレンジだけど、この2つを絶対に外さないっていうリノ A シリーズ、どういった経緯でなんか生まれたんですかね。はい、あの OPPO がまあ日本に参入した時に、その日本市場に求められている機能は何かっていうのを調べて、その防水防塵とお財布があって、でそれを、まあ搭載したスマートフォンを当時 R15 Pro で発売したんですけど、その時はあのユーザーのニーズを持って、まあてんこ盛りにこうした。そうするとまあちょっと価格が結構高くなってしまってですね、でそれがまあ全然ヒットしなくて、で結局そのまあ求められている価格帯、そのミドルの価格帯っていうところで、その防水防塵と財布を対応して、その他の、まあ、例えばカメラですとかチップセット、ディスプレイ、メモリー、それがどういあのどの程度求められているのかっていうのを、しっかり調査して、そのミドルの価格帯での、購入されるユーザー、お客様が一番欲しいものになれるようなスマートフォンっていうのがそのリノ A シリーズで、まあ当時から開発をしています。欲しいものを詰め込んだ一番お手頃なシリーズですよね、OPPO さんの中で。そうですね、はい、こういうそのなんだろう、すごいわがままだと思うんですよ、ある意味、はい、価格は抑えたいし、はいはい、でもこの機能は入れなきゃいけないしっていう、はい、すごい開発苦労されると思うんですけど、実際どうですか、大変なんですか。一番そのスペックを決めるのが大変で、さっき言ったのこの価格帯を購入されるお客様って、まあ、よく言うとわがままなんですけど、うん、まあカメラもやっぱ綺麗に撮りたい、はい、でディスプレイもまあゲームとかするから、はい、あの綺麗に写ってほしい、うんうんうん、あとメモリーも少ないと足りないし、うん、ちゃんとサクサク動いてほしいし、はい、でそういったの全部、まあ、もちろんあの防水防塵お財布、はい、もちろんいる、うん、てなると、まあ、結構もう欲張りじゃないですか。そうですよね。で、だからそれを結局全部対応すると、まあ、以前のように、まあ、ちょっとコストも上がってしまうので、うん、その中でもじゃあカメラきれいに撮りたいっていうのがどの程度まで撮りたいのか、うんうんうん、もうそのハイエンドみたいにもうカメラ一も本当にこだわって撮りたいレベルではないですし、あの自分でその普段日常で使う撮りたいときにこう綺麗に撮りたい、そのレベルであればそれを満たせる、カメラのスペックはどの程度なのか、でディスプレイも、どの程度のものであればそのお客様のニーズ要望に応えれるのか、そういうのをまあ細かく、まあ、調査分析して、全体のその予算価格に合うようにこう細かく調整をしていくっていうのがもう毎回大変ですね。そうですよね、はい、ものすごいバランスの作業ですよね。はい、多分エンジニア的な視点で言うと、その例えば何でしょう、コップを作るとき、はい、もう金属でガチガチに作れば絶対壊れないっていうのがあると思うんですよ、はい、もうフラッグシップ級みたいな。でもそれをギリギリ壊れないけど美しく薄いガラスで作るっていう、すごいバランスが必要な製品作りなんじゃないかなとミドルクラスを思っていまして、はい、そうするとそのなんか一番の課題って何を入れて何を入れないか、あとコストをどう抑えるかっていうものすごい工夫が必要だと思うんですよ、はい、お財布携帯防水防塵、そのそういった機能の優先順位ってどうやって決めてるの。ですね、まずリノ A シリーズは、まあ、先ほどあったあの防水防塵とお財布、うん、まあ、これは日本仕様として対応するモデルなので、まずここはやりますと。絶対、はい、でその上でそのカメラ、ディスプレイ、メモリー、あとバッテリー容量とか、あと、まあ、端末の外装を含むデザイン、そこのバランスは毎機種毎機種、まあ、調査をして、はい、あとまあお客様の声を、うん、まあ、フィードバックいただいた内容から、まあ、来年、翌年、翌々年どういったモデルにするかっていうのを、まあ、細かくニーズを、まあ、把握しながら調整をしています。でその都度その都度なので、ちょっと順位っていうのは変わるんですね、決めれなくて、まあ、言うと決めないようにしていてそのお客様のニーズに合うように毎年毎年順位を
入れ替えつつやっています。でも求められているものをそのまま素直に入れていくっていうことなんですね。まずその中で、はい、一番の、考え方はお客様の欲しいものにまず対応したいというところです、はい、その視点大事ですよね。 ありがとうございます。なんかここいらないのにすごいこだわってるみたいなところがなくなりますよね。そうするとその、まあ、やっぱ、まあ、開発者とかエンジニアのエゴって言ったらちょっとあれですけど、他にもなんか NFC A とか B とかって、はい、これは F じゃないですか、はい、すごいグローバルで言うと採用が少ない企画だと思うんですけど、はい、お財布形態を入れるっていうのは大変なんですかね、それとも、はい、なんか普通にできちゃうものなんですか。正直な話を言うと大変です。めちゃくちゃ大変なんですか、はい、まあ、日本でしかないのでほぼそうですよね、はい、それってそのプラスで言うとなんか普通の NFC 搭載のスマホとお財布形態のスマホプラス何円ぐらいとか、あどうですか具体的な値段はちょっと難しいんですけど、その、まあ、中のチップもいわゆるタイプ F 対応してないものとそうのもののコストも違いますし、うん、でその開発する、まあ、ソフトウェアですね、うん、そこも結局日本のためだけにやりますので、うん、グローバル全体のモデルでそれがもし使えれれば OPPO としてはまあ世界4位なのですごい台数あるので、うんうん、まあ、なんですかね、極端な話全部で割っちゃえばコストって抑えれるんですけど、日本だけなのでそのコストっていうのはどうしてもかかってしまう。そうですよね、はい、あとお財布携帯以外にも防水防塵、はい、防水防塵もやっぱりまあ、IP68 の認定受けてないものと受けるもの、はい、やっぱりそこもプラスなんですよね、コストとしては。あ、そうですね。でもそこは欠かせない、うん、まあ、やはり日本では、まあ、万が一っていうのにとて もう国民性というかそういうところに気をつける人間なんですかね、日本人ってそういった性質があるので、まあ、その生活防止 IPX4 レベルのものもまあ、スマホもあるんですけど、そういったお客様のニーズに応えるためにはやっぱ68にしないと対応できないで、まあ、グローバル全体見るとやっぱり68やってるのって今ファインドシリーズしか基本的になくて、あ、そのハイエンドのスマホ、はい、その、まあ、リノの価格帯だと基本的にグローバルは対応していないので、へ、まあ、その中で日本だけその防水防塵68対応するためにまあ、特別な、まあ、ラインも作ったりとか、あとはブド張りもいい、まあ、68にすると悪くなるのでそういったコストはどうしてもかかってはいるんですけれど もうそこは外せないものとしてやって、そんな困難でいろいろ苦労されてわがままなリノ A シリーズ開発されてると思うんですけど、はい、その自分の子供のようなスマホシリーズどこが一番好きですか。ですね、ちょっと歴代のまあ、カメラがいいとか、はい、まあ、ディスプレイがいいとかあるんですけど、個人的に好きなのはもうデザインが好きで、まあ、初代のこうリノ A私物なんですけど、はい、グラデーションでこの青から緑に変わっていくグラデーション、この個人的に好きなのはこっちサイドは緑なんですけど逆側だと青い、うん、で上から見るとそのグラデーションが、まあ、より分かりやすいっていう、これを毎回、まあ、もう勝手に2年近く経ちますけどもうずっと眺めてても飽きないなとで、まあ、リノ 3A も、はい、このこれ 2世代目の2世代目ですね、絶妙なこのパール感というか、はいはい、このちょっと斜めにこうグラデーションかかっているところで、あと次リノ 5A 3代目ですけどこの黒のグラデーションで特にちょっとこの何ですかねテカリ感というかそこのこの 絶妙なラインあと側面の色合いとかもう若干色ごとにちょっと違っていてその細かいこだわりを入れてるんですけど眺めてて飽きないで、まあ、毎回こうやりながらいいなと思っているところが好きです。いろいろ苦労されてリノ A シリーズ開発されてると思うんですけど、はい、そこにそのご自分のスマホ愛スマホ好きっていうのは役立ったことはありますか。そうですね、まあ、普段から一ユーザーとしてずっと使っているのでちょっと以前弊社の製品で日本語がおかしいってちょっと問題になったことがあって翻訳が、でそこを自分で使っていって、まあ、開発中もですし
なかなかお目にかからないというか、そういった日本語のおかしいところを、まあ、自分が使ってて気づいて、これおかしいから直そうとか、そこをあの何ですか、一個一個こう、まあ、重箱を積むようつつくような感じで潰して直していったところは、まあ、今のその、日本語全体のクオリティの向上にはあのつながったかなと思ってます。自分で使っていて気づくことはありますもんね。はい、なんかちょっと今この画面触ってるんで、この日本語今まで言ってたのとちょっと違ったりとか、その細かい表なんですか、ね、言い回しの違いとかってそこだけ切り取ってみるとわからないんですけど、まあ、操作してるからこそわかるところ の日本語の直し方っていうのがあったので、まあ、そこが、開発には生きたかなと思ってます。作る段階から発売、そして作った後、出した後、そこ もうずっと子育てのようにずっと変わってるんですね。はい、まあ、そこでちょっとずつ成長して、直っているというところで、まあ、お客様から そのフィードバックで、昔日本語おかしかったけどなんか最近まともになったとかいただければ励みになります。愛がすごいです。これからその発表されるリノ A に関してちょっとヒントをいただきたいのと、はい、どうしても思っていまして、はい、まだ遠回しに聞ければなと思うんですけど、例えばですけど、スマホの体験の良さ、はい、どこが大事だと思いますか？やはりスマホってまあ普段毎日使うもので、もうずっと肌身離さずというか日常も切り離せないものになっているので、その不具合なく、まあ、ちゃんと使いたい時にちゃんと使えることっていうのがやっぱ大事だと思っていて、でそのまあロックを解除して、例えば何ですか、ブラウザを立ち上げたりとかカメラを立ち上げる時に、まあ、そういった引っかかりがないかとか、その立ち上がるまでの間のスピード、うん、そういったところの小さな積み重ねが結局まあ不満にもつながってくる、まあ、動きが遅いなとか、あとはまあその根本的な不具合があったりとか、もちろんですけれども、そういったのがなくてやっぱり本当使いたい時に使えることっていうのが一番重要なので、そこがちゃんとできるようにっていうのを一番大事にしてます。でも思い通りに動くっていうところが大事ですよね。そうですね。はい、でじゃあそれはそのリノに関して言うと、リノ A に関して言うと、どんなその未来を考えてるんですかね。例えばその、まあ、これまでリノ A3、5で次何が出るんだろうっていうところ、でそのさらに先、なんか行く先はどんなスマホをイメージしてるんですか？まあ、日本のお客様に、まあ、その4万円台のスマートフォン買いたいな、防水防塵お財布携帯対応しているスマートフォン買いたいなって思った時に、まあ、一番に思いついていただけるようなスマホにしたいと。でそのためにまあ継続して防水防塵、その日本仕様にもずっと対応していきますし、で一番そのお客様のニーズに応え続けられる、で、まあ、個人的にはできればそのちょっとお客様のニーズを期待を超えれるような、はい、あの製品にして継続して、リノ A というのを、より一人でも多くのお客様に、手に取っていただきたいなと思ってます。じゃあもうミドルレンジのスマホのもう最強を目指すっていう感じですかね？そうですね、はい、はい、じゃあ最後に、はい、新しいリノ A 発表前ですけど、はい、どんなところに注目してほしいとかありますか？まあ、今回その製品のキャッチフレーズが言っていい？ダメなんだ。まあ、製品発表も早くしたいんですけども、発表してその、まあ、店頭で購入されて、まあ、その使い始めるまでずっとなんてワクワクドキドキするというか、新しい製品買う時ってみんなそうだであったのかなと思ってるんですけど、まあ、その最初の思いが、まあ、ずっとこう使い始めても長くこう持っていただいて、また次の製品に買うまでずっとこうリノ A、 新しいリノ A を、気に入っていただければいいなと思ってます。なるほど。やっぱり発表前からワクワクして、発表を見てから買うまでのワクワクもあって、で買ってからもその開いたり動かしたりとか、そういうワクワクが長く続けばいいなみたいな、はい、そうですね、イメージですか？はい、まあ、今回まあ、昔の機種もデザインが好きなんですけど、はい、新しいのは過去一番になるかなと思いますので、そのデザインについては期待していただければと思います。デザインに注目。はい、分かりました、はい、デザインに注目ですね。
今日は改めて斉藤さん、いろいろ教えていただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとこれを、はい、ということで、OPPO Reno A の最新のスマホ、どのくらいわがままに答えてくれてるのか楽しみです。 Alright、 じゃあ発表チェックしましょう。 See you。